「サイコパスについて教えて」ていうお話の中で時々サイコパスについて言われてますが詳しく知りたいです以前サイコパスは人殺しとは違うそれはシリアルキラーだというようなことをおっしゃっていて確かに私は,私はサイコパスとシリアルキラーを混同していたと思いもっと知りたくなりました。えーっと えー、よろししくお願いしますで。サイコパスっていうのはです、ね、あの脳の機能障害であってです、ね、その症状として社会性の欠如というのがあるわけですよ。で人間嫌いなわけではないんですよ。だから人間嫌いでもうみんな殺してやれというんではなくてです、ね、極端な自分勝手であったりまたは目的のために手段を選ばない人なわけですね。例えば、普通の人人といいうかです、ね、心優しい人が、 外科をするとお医者さんで人の体を切る外科医をすると手術中にですね。判断が鈍っちゃう場合がたまにあるって言うんですね。例えばここを切っちゃったら、この人のこの後の人生どうなるだろう？とか。ああ、なんか例えば乳房を切除しちゃったら本人悲しむだろうな。とか。ああ、残りの人生なんか顔とか切っちゃったら苦しいだろうなという風うに考えて、それで迷ってしまう場合があるんですけど、サイコパスが外科医の場合はですね。 もう生存の可能性を上げる生き残る可能性を上げるということだけを考えて行動するので判断にブレがないんですよね。なのであの例えば会社を潰さないためにどの部分を潰すかみたいなあの経営者的なな判断が早いののはサイコパスの特徴なんですよ。でえーまあ、そういう医者とかです、ね、経営者で、まあ、どっちもです、ね、ためらいがないとかです、ね、あと悩みや後悔があんまりないんですねなので非人間的とまあ言われるんですよ。 だから、サイコパスの偏りを社会のために使えばまあ、役に立つんだけどそこそこ気持ち悪い人あの人なんかすごいんだけどもなんかね、あのー、友達としてはどうかねっていうふうに言われる人になるし反社会のために使っちゃえばそれはもう犯罪者になっちゃうわけですね。でサイコパスっていうのはですねあの人口の1%ぐらいいると言われます。でサイコパススは、は、え、は、ー、キャンで,です、ね、はっきりとと普通の人とは違う。 偏りというか異常というのがわかるので、まあ脳の機能障害なんですね。で、人口の1%なんですけども、医者とか経営者とかですね、あと政治家などのいわゆる社会的成功者のカテゴリーの中で調べると、だいたいこの1%の倍率あの率が5%ぐらい、一気に5倍ぐらいになるんですね。だから、成功者には多いとも言われるし。 ただ、重犯罪者で調べるとサイコパスの割合というのは10倍から17倍ぐらいになるというのでもう本当ににどっちにもブレるんでで、すよ。なので、まあ、サイコパスというのはです、ね、その頭がいいと言われる場合も多いんですけどもそもそも頭がいいとは何かというとです、ねそのまあ、僕に言わせればです、ね、頭がいいというのは何かというと現象この世の中にある現象というのを有限要素に分解すると。 つまり抽象的な部分をできるだけ外して個数で数えられるような言語化できるような有限要素に分解してでそれで整理して処理する能力のこと僕はこれを頭がいいというふうに呼んでるんですけども例えばそのリンゴが1個あるとリンゴがもう1つあるとまあみかんでもいいですリンゴが1個あるみかんがもう1つあると足したらいくつになるのかとこれサイコパスだったら簡単な問題なんですね 1+1 だから2なんですよ算数というのはこういうサイコパス的な抽象化による能力 ところが普通の人というか普通の心を持っている人っていうのはそれはりんご1とみかん1だっていうふうに考えちゃうつまり周りの状況全部を考えるんですね。あそれは離婚すればいいじゃないかっていうふうに有限要素の中でパッと答えを見つけるのがサイコパスでいやそうは言ってもお互い事情がねっていうふうに考えちゃうのが 普通の人なんですよ。だからサイコパスの頭がいいというのはあくまでなんだろうな。物事の本質というか、大事な要素だけをさっさと絞って他のものを切り捨てる能力だという風に思ってもいいと思います。なので、まあ、算数というのはだいたいサイコパスの得意領域になりやすいんですけども。あのー、この抽象化によるですね。具体要素の切り捨てっていうのがちょっと分かりにくいんですね。お便りで来た相談をこのサイコパスモードで答えています。どういうふうになるのかですね。 えー、働きたくないというですねお便りです。えー、山形県悪の総統さん。以前、どうしても働きたくないと相談したものです。今まで何とか働かずに来ましたが、もう金銭的にも親の圧力的にも限界です。えー、ですが、東北で私のようなものは、過酷な肉体労働職にしかつけず、さらに老人どもから過激な叱責を受けます。器用な私には、到底耐えることはできません。 さらに私には社会生活の全てに魅力を感じないので頑張る理由もありませんですから楽しみを作りたいと思って同人作家のようなことを目指してきましたですがいまだに一人のフォロワーも獲得できずネット社会からも無視されていますツイッターを開けばたくさんのイラストレーターが人気で瞬時に何万もの評価を受けているそれに比べて私は一つの評価もありません10年の私のの私人生の評価が、 社会的にもネット社会的にもゼロです。原因は私が絵も下手だし営業もしないからです。どうすれば上手くなるのかも、営業のやり方も全くわかりません。どうしようもありませんよね。でも、自殺するのも辛すぎます。絶望しかありません。いよいよ今、何をすればいいのか全くわかりません。明日も明後日も、これから何をすればいいのかわかりません。 さすがの岡田先生もこの難題は解決できないかもしれませんね。無理を言って申し訳ありません。というですね、お便りです。で、この相談のですね、いろいろ書いてる具体例にですね、何一つ、申し訳ない。何一つ共感しないし、実は何とも思わないんですよ。うわ、愚痴っぽい文章だなって思うんですけど、なので、相談している文章とですね、単なる愚痴っていうのをパパパパパパッと分けちゃうんですね。 あの、相談には答えようと思う、なんだろうな、あの、いい人的な部分はあるんですよ、実際に。役に立ちたいなというのは、うマジであるんですけども、だからといって、役に立ちたいからといって、おめえの愚痴をいつまでも聞いてたくねえよ、とかを思う人間らしさも持ち合わせてるわけなので、パパパパパッと相談してる部分と、あ、これ相談じゃなくて愚痴ねっていう部分をパーッと分けるわけです。そうするとどうなるのかっていうとですね、 社会評価の全てに魅力を感じませんとかです、ね。人生の評価が社会的にもネット社会でもゼロです絶望しかありません」この辺はですねそのまあ,あの僕に言わせればグラビアのポエムなんですよ。<laughs> あの よくあるじゃないですか、週刊プレイボーイとかでですね、あの、女の子の水着のところの横にですね、編集者が書いた、やっと来たね、待ってたよ、とかですね、あの、輝く瞳は明日を見てるのかな、それとも僕を見てるとかですね、なんかそういうポエムありますよね。あんなもんだと思ってですよ。あ、ポエム、ポエム、はいはい、雰囲気分かった、分かったって、<laughs> っていうことです。それよりは女の子の水着、水着っていうのと同じく、いや、そのポエムは分かったから、それよりははい、何が問題なの、はい、どこがっていうふうに、パパパパと探すんですけどもですね。 あのまあ、この人はですねそのまあまあ僕が読んでるところではすぐに0か100かで考えるんですよ。で自分の思い通りでないとなんかねすぐに0だっていうふうに考えちゃうんです、ね、だから絶望って考える。でも現実っていうのはもちろん、あのー、100じゃないかもわかんないけど0じゃないんですよね。というわけでこの人が嫌と言ってることにですね、まあ、無理やり点数をつけてみました。で、で。働くのが嫌で 肉体労働はもっと嫌でだからといって自殺は絶対嫌と言ってるので、まあ、これをイヤポイントで100点満点として働くのが80イヤで,で肉体労働が85イヤで,で自殺は90イヤなんだろうと考えました。でこの相談な長かったけど書いてあるのはそれだけなんですよ。なのでできるだけ肉体的に楽な仕事を探すっていうことで回答終了なんですよ。 あの「じゃあもういっそ死んだらどうですか?」「いやそれは90イヤだからそんなこと答えてもしょうがない」って「いやにあの労働はつらけど、仕方がないよ」「いやでもこの人の中で労働といってもやっぱり肉体労働はさらに嫌で人に怒鳴られる労働はなんかこう、嫌っていう段階があるんだからその中で軽いだんだん軽いなんか嫌っちのところにだからそれを。 軽い、少ない嫌なところに持っていくのを絶望って言われたらですねいやそれは知らんよと人生ってそうだろうと人生ってこのこれがしたいというところからの妥協点を下げていく作業だからもう下げていくことが絶望だと言われたらそれを絶望じゃないそれは希望と呼ぶんだよと <laughs> あ,のありもしないなんだろうな理想だけを追い求めて俺は何かあの女優と付き合いたいではなくてそれが現実的に落ちてくるところこれが希望であってでもそんなことをしてたらなんか俺は妥協してしまうことになるって これは絶望だそれは違うよ。絶望と希望が逆だよというふうに思うんですけども。というわけで,です、ね、こういうふうにです、ね、あの考えにくい問題とか行き詰まった問題をです、ね、あの一度数値化して考えてみる今のすごい単純に話しました数値化して考えてみるという思考法僕はこれをですね あの数値を見えるる化すす。論という,ふうに呼んでます、えー、このデブステッカーを上げますからですね、えー、行き詰まったらですね数値見える化論で考えてみたらどうですかという感じなんですけども。